今回はそうですね、最近よく頼まれる引き直し作業について少し説明したいと思います。それと左側ですね、PV 作ろうと思ってやってはいるんですが、なかなか進まない。いろいろ写真も好きなんですけど、仕事も好きで、最近山にばっかり行ってて、なかなか PV 作れてないですね。画像出てきますが、右側ですね、出てますね、ごめんなさい。引き直し作業についてちょっと説明します。まず、こういう、昔これうちで引いたんですよね、この板。これまず、通常の反りの方向です。これについては詳しく説明します。一般論のやつっていうのは、ネットにありふれてるっていうのと、あと大工さんとかだと普通のああいうカリキュラムにあるような工程でこう反るっていうの出てますよね。でこちら側に反るっていう方に反ってますね。木目がちょっと分かりづらいですが、ごめんなさい、よく見てください。マスト側に木の芯の方がありますよね。今修正引きしてるノコ入れてる方、上下反りが出てて真ん中へこんでる形です。まあ、いわゆる一般的に木目から反りを読むとき、いずれこの木がこう反るんじゃないかっていうときの反り方向になってます。まずこれを修正引きで端っこ当てて、見えますかね、上と下で真ん中残ってますよね。最初に反り方向の上下のとこを取ったんで、そこがマスト側と留めつける方ですね、そちらにはまあまあ割に均等に当たるので、そちら側を今固定した形です。でまあ厚さをチェックして、これでまあ先端側のとこ、大体今回これをから2枚取れればっていう話だったので、それを狙ってやっていきます。ただ通常ですと修正引きっていうのは、例えば55厚にしたものを45とか50月とかに両側を、まあ俺らで言うと舐めて、出っ張ってるとこだけ取ってやる方のが無難ですっていうのが、まあ修正引きの基本なんですよね。例えば角材で4寸5分角にしてあったのを4寸角に落とすとか、変形方向の変形した部分だけを、そこをカットして、その後カンナ掛けできるような前処理をするっていうのが、製材の修正引きで一番多いパターンですよね。で引き直しとか割り足しとか、まあ、呼び方いろいろなんですけど、これから2枚に引き直すっていうのはちょっとね、実際きついんですよね。タイトル画面にも少し出しましたが、まあ、木表木裏って言った場合、変形方向イメージだと同じ方に反りますよね。ってことはこれ、例えば芯側がこちらにあって2枚に割っても同じ形のに反りが2枚出る。多分板の現状だけで見て、小口の1断面だけ見たら、矢印つけるとこっちにこっちに反る反る、それはもう授業的に習ったもので、分かると思います。ただ現実はそうは反らないんですよね。それがこのカットのところで出てきます。なのでこの修正引きっていうか引き直し作業ので、元の寸法からこう2枚割りっていうのがすごくしづらいっていうのが、まあ自分の技量がないので言い訳になっちゃうかもしれないですけど、ちょっとこの後画像を見てもらうと面白いかと思います。まあ、これ北斗市さんの奈良の原版なんですよね。それを今修正引きをして2枚に割ってて、ノコ入れてるんですけど、ちょっと入れてすぐ戻ってます。でちょっと入れてすぐ戻って、ちょっと入れてすぐ戻って、なんでこういう引き方しなきゃ、もっとピャーって引けばって思いますよね。ちょっとこの後が面白いです。
結構最後弾けましたよね。まあ弾けるの予想してて、あの弾けにくいように、まあ、高速はしてるんですが、あの高速できてない側の身圧がやっぱかなり不安定になってるのと、分かりますかね、あの真ん中パカ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 してますよね。後半でも同じような画像ちょっと出しますが、真ん中がパカ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 してる、おかしいですよね。清本清浦っていうのがあれば、あのその方向に反るっていうのが木の基本で、それは全然間違いじゃないんですが、今回の場合ですと新サリなんですよね。だから新サリ側の糸をただ2枚に割っただけなので、あの2枚とも同方向に、あのただ単に板の小口から見たら反るような形のものが2枚できるはずなんですよ。なんだけどこれ通常と逆方向に反ってます。要はこれちょっと硬いなんで、あの硬いってまあ奈良でちょっと硬いんで、あのすぐ引けない、あのすぐ引けないって、あのそういろんな理由が重なりますが、あの発生熱がすごく出ます。要はこの板をイメージ的に言えば、あのイカを焼いた時みたいな感じですかね。イカを焼くとこうグイーって反ってくるイメージがわかるかなと思います。要は発生熱をかけちゃうんで、その真ん中のこのとこ発生熱が出ますよね。で熱がギュ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 ってあの擦れて出る。で、あのそれに伴って木も変形する。さらにノコが締まる。さらにあの発生熱が出る。それの繰り返しでこう割っていくしかないんですが、まあ、冷却水はかけてます、もちろん。あのそれでもやっぱり発生熱の方が強いです。あのそれであの熱変化をが出ちゃうので、あの反りが出ちゃうんですよね。よって結果論で、あの木表木裏に関わらず、あの変形します。他の動画とかでも説明しましたが、熱を木にかけない、まあこういうのもちょっとあのそういうことなんですよね。だから引き直し作業っていうのは、まあ多少ここら辺ご考慮いただいて、あの作業をご依頼いただければと思います。まあ、こういう二次変形っていうのはちょっと予想しづらいし、お客さんも想像しづらいですよね。まあそれで今回ちょっとあの動画を出しました。あのお持ち込みになる方が結構多いので、あのありがたいんですが、あのそうですね、こんな変形があって想像ができるわって一応まあ動画にしてみました。まあ最初は本当あの生の木のうちにある程度の寸法に追い込んでおけば、まああのこういう二次変的な変形の仕方をすることは少ないです。まあ木々の声を聞きながら、そうですね、まあなるべくうまく弾けるように、あのもうちょっと修行しますね。